はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、では前回の続きからやっていきたいと思います。じゃあ6話の方そのまま進んでいきましょう。お、戦艦の中だ。博士、どうだ。この空間は揺らぎに極めて近いよね。近いっちゅうことは揺らぎそのものではないということかの。揺らぎに指向性を持たせたような感じね。詳しく分析してみないとわからないけど。持たせた、人為的なものか。オーマやシャドルーが絡んでいた時点でそれは間違いなさそうだけど。そうね、ベガなんてさっさと生身で入っていったわけだし。この鉄の砦で追いつけそう。もう通常空間に出ているよね。ベガもここに出たのかはわからないけど。着陸してみましょう。まずは大気成分などは調べておいて、博士。降りたら空気がなかった。じゃ困るわ。はいはい、注文の多いお客ね、まったく。そりゃそうだろ。空気がなかったらすぐ死ぬだろ。ここはどこや。また陰気なとこやの。ふん、墓地か。しかもかなり古いもののようだな。人の気配は感じない。というより長いこと使われてないみたいね。しかし、なかなかやるな。この手のものはそれなりに得意でな。では、俺が相手をしてやろう、桐生一馬。あれ？なんか変な雰囲気。何してるんですか？喧嘩はダメですよ。いや、卓球だ。本当にやってたの？体感ゲームも置いてあってびっくりしたよ。国の組織ってのはすごいな。特務機関の車両に何を積んでいるんだ、浦島博士は。これは会計検査員に引っかかるぞ。会計検査員の税金の無駄遣いで引っかかるぞ。ちょっとちょっと、みんなこっち来て。夏に、あ、これなんだっけな、オーマじゃなくて、オーマは敵だから、トーマじゃなくて、忘れた。何か面白いものでもあった？いくつか墓石を調べてみたが、その中で地下に続く階段を見つけた。方法、墓石を押すっちゅうのは基本じゃからの、大抵階段があるもんじゃ。基本なんだ、絶対にやっちゃダメだと思うけど。だが先にこちらに来たはずのベガが潜んでいる可能性はあるな。行ってみよう。博士は隆起のメンテナンスを頼む。帰りのこともあるからな。はいはい、行ってらっしゃい。売り物になりそうなものがあったら持って帰ってきて。ちゃっかりしてるぜ、商売人だな。え、これはどこだ。宝箱らしきものが。あれ、これコスモスじゃん。空間転移の反応を確認。宝箱欲しい。反応を特定。これは開いた。だからこれ何？あれ、なんか出てきた。あれ？転送中に意識が飛ぶなんて、そんなこと。あなたは誰ですか？ここは。それに。あなた誰？ホムスじゃないみたいだけど、マシーナ？私はコスモス、戦闘用アンドロイドです。アンドロイド？機械の体ってことは、ホムスじゃないのね？私はピオルン。ここは？私、みんなとメイナス神殿に通じる転送装置に入ったはずなのに。ここは鬼神界のどのあたりなの？それとも、もしかして巨神界まで来ちゃったのかな。ここは惑星ミクタムの中域に浮かぶ浮遊大陸の地下と思われます。鬼神界、巨神界という名称は私のデータベースには存在しません。鬼神界でも巨神界でもない場所。あ、私どこに来たっていうの。現在各地で空間が不安定になっています。この空間もまたそれによって生じた場所だと考えられます。ピオルン、あなたは異世界からこの世界に転送されてきた可能性があります。異世界？そんな。コスモス、どうやったら戻れるの。この場所は存在しないはずの場所。長くとどまるべきではありません。どうしたの。急に雰囲気が変わっちゃったけど、メイナス？うん、お願いしてもいいかな。秩序に従属する者よ。
なんだこいつら、全然やってないからわからん。ここはゼノサーガはエピソード1の途中でもう投げ出しましたからね。この場所のことを知っているのですね。この世界は過去の記憶から作り出されたもの。器を持つ我々がとどまる場所ではありません。多くを語る必要はありません。ここはどこでもない場所なのですね。ありがとうメイナス。ここは私たちのいた世界とは別の世界なんだね。フィオルン、あなたには2つの人格があるのですか？この体に入っているというか、私にもよくわかんないんだけどね。でも優しい人、その人の願いを叶えるためにも戻らなきゃ。そのためにはどうしたらいいのかな？おお、転移してきた。何これ、透けてる。グノーシス！この世界、時間に存在する適正体です。虚数空間に存在しており、実数領域では物理的な接触ができません。簡単に言うと、触れない敵ってこと？その解釈で問題ありません。武器はあるから戦えるけど、触れないんじゃどうしようもないじゃない。方法ならばあります。キルベルトエフェクト。何したのコスモス。ヒルベントって何、ウケんな。ヒルベルトエフェクトです。虚数領域への干渉を可能とする限定領域を発生させる装置です。これによる異なる空間に存在するグノーシスを通常空間に固着します。要するに現実感が出て触れるようになったってこと？その解釈で問題ありません。よし、じゃあ戦おうコスモス。協力してくれるのですかフィオルン。当然、それにコスモスには初めて会った気がしないの。絆みたいなものを感じるよ。人の絆。了解です。戦闘を開始します。フィオルンって何キャラ？これ確かゼノブレイドもあった気がするから、ゼノブレイドの方かな。行動開始。行くぜ。戦闘を開始します。あれ、これ銃なんて持ってたっけ？最優先。ほんと、いつもこうならいいのにね。お、技が3つある。これだな。止まりなさい。はっ、ゆん。この右のパターン再生。クロスインカノン。 G-SHOCK と KO。ルックス 5% 低下。フィオルン、洗浄してください。ワックスとかかけた方がいい？あ、そうか、宝箱取んないと。あら、いい雰囲気の場所ね。落ち着く感じ。なんかゾロゾロ来たよ。あれ、ホームス？奥に誰かいるな。化け物に女が二人か。あれはグノーシス。それにベクターのコスモスか。え、知り合いなのかい？あなたはストライダーズのヒリュウ、それにレイジにシャオメイもいるのですか？ああ、そうだ、間違いなくコスモスのようだな。知ってる人、ちょっと説明してくんない？あのオートマチックレディはコスモス、いわゆるアンドロイドじゃな。以前の事件の時に一緒に戦った仲間だ。もう一人の方は機械ロイラルの言えない。ただの小娘やと思えば体はなんやごっついの。私はフィオルンって言います。急にここに来てしまって。あの娘もロボット、コスモスの妹って言うんじゃないでしょうね。急にここに来てしまったってことは、私たちと同じように異世界から。でも先生、異世界って言ったらここも異世界じゃない？コスモス、ここがどこかわかるか？ここはレンヌ・ル・シャトー、ミクタム中域に浮かぶ遺跡と思われます。惑星ミクタムか。これではっきりしたな。方法飛竜、心当たりがあるのか？ここはやはり俺のいた時代、お前たちからすれば遥か未来の時間軸だ。渋谷から時空を超えたということか。確かにコスモスやグノーシスがいるのが何よりの証拠か。あの人たちは過去からやってきたってこと？タイムスリップは何度か経験しています。それがまた起きているようです。そうだ、二人ともベガという男を見なかったか？赤い軍服で顎割れてて白目でムキムキの悪人なんだけど。何それ、怖い。フィオルンとあなた以外の人物には遭遇していません。いつまで喋っているつもりだ。邪魔な化け物を片付けるのが先だろう。そうだな、よろしく頼むぜコスモス、フィオルン。うん、頑張ろう。よろしくお願いします。
変わらず事件に巻き込まれているようですね。レイジ、シャオメイ。まったくだ、もう慣れたさ。宝箱、敵少ねえな。これ絶対出てくるな、後で。まずは、おっと、宝箱の前に、トラップが。ほい。ロージスト。これ、宝箱取って終わらないっていうところが、まあ、いいっすよね。ストライダー飛竜は、機動力があるから。遠くの宝箱担当で行くか。とりあえず前進してっていいかな。お、こいつも結構動ける。了解。左の宝箱は飛竜に任せるだろう。右の宝箱はどうすっかな。いや、これ倒して終わりってことはまずないよね。俺が行く。仕掛ける。行くよ。倒していくか。ゴブリンなんだ。出し惜しみなく思いっきりやろうよ、コスモス。了解です、ピオル。全。おら。これだな。止まりなさい。攻撃力的には普通の A ボタンが強いのかな。あなたも私に痛みを与えてはくれないのですか。この調子でガンガン行きましょう。空間歪曲を確認しました。歪曲？何のことよ、コスモス。何かがこの場所に転移してくると？もしかしたら、ベガかもしれないわ。でも、私たちよりも先に来たはずよね。この反応は、フィオルンを発見した時とほぼ同様のものです。え、ということは、私のいた世界から？巨神界と鬼神界、どっちかな？お助けメカじゃったらいいが、だいたいこういう時はじゃな。ま、敵なんだよ。だって敵が明らかに少ないもん。なんだこいつら。なんでここよ。あそこの転送装置はどうなってやがるんだい。本当だ、でっかいメカが来たよ。そんなこの鬼神兵は黒い顔つき。もしかしてベガが乗っているの？いえ、あれは鬼神界の敵。でも、お兄ちゃんは倒したって。てめえはメイナス。いや、ダンバンの妹か。こりゃ驚いたぜ。あの金の鎖のおかげか、こいつはよ。金の鎖だと？あなたがどうして？どうやってここに来たのよ。てめえ、妹の意識の方が戻ってんのか。ちょうどいいぜ。俺の復讐の第一歩、てめえから血祭りだ。いいえ、フィオルンと私は互いに混じり合っている状態です。私たちは旅の途中、この心も体も来たるべき戦いのためにあります。だから好きにはやらせないわ。なんかすごい器用なことしてる。もしかしてもう一つの人格と共存しているんですか。ややこしいので説明は後でします。しゃらくせえ、まずは暴れさせてもらうぜ。とりあえず体を鳴らさねえとな。ふん、来るか。はい、来ます。空間の歪曲を確認しました。来るってまた誰か来んの？マジ？今度はこっちか。なんだ、ショップって書いてあるぞ。建物？ショップって、え、お店は？厄介事なら買わんで、間に合っとるっちゅうんじゃん。むむ、どこかで見たことあるような。店ごと出張とは新しいが、どこの誰だ？フィオル、これもあなたのいた世界から？わからないです。見たことはないけど。いや、こいつは単なる物理移動だ。では、この時代の？あ、いた。出てきた。私ですか？私はシルフィー、この店の主人です。何をしに来た？まあまあ、これはストライダーズのヒリュー様。いつもお世話になっております。なんやヒリュー、行きつけの店かいな。サイファーに必要なパーツはどこでも手に入るものではない。どうやらそっちの味方のようだな。
だが邪魔をするならば容赦はしねえ。どなたか存じませんが、滅相もありません。私も商売人の端くれ、むやみに敵対などいたしません。いやいやいや、明らかにピンチだから味方してくださいよ。商売人はマイペースなのが多いからな。私はお仕事でここまで来たのです。お客様を送り届けねばなりませんので。お客様、何、送り迎えまでやってるの？ちょっと待ちなさい。こんな危険なところに客を放り出しちゃダメよ。そう申されましても、ここがお客様のご希望の場所ですので。コスモス様もいらっしゃるようですし、場所は間違いないようでございますね。私に関わりがあるのですか？ないわけがないだろう、コスモス。こんなところにいたとは。なんか出てきた。コスモス。こいつは知らん。この墓所に。マシーナ、もしかしてコスモスと同じ？テロス、あなたなのですか？ちょうどいい。またこの場所で踏み砕いてやるわ。そして今度こそ貴様の中にあるあの意識をもらい受ける。なんかめっちゃ物騒なこと言ってない？やる気満々なんだけど。おいシルフィ、どういうつもりだ？こいつはなんだ？こちらはティロス様、たくさんお買い上げいただきまして、しかもコスモス様の居場所までお送りすればさらに謝礼をということでございましたので。なるほど、理由は聞かなかったというわけか。いえ、コスモス様を抹殺すると。聞いてんのかよ、そんなやつ連れてくんなって。ふふ、面白い女だ。ではこれにてアフターサービスを終了させていただきます。ティロス様、コスモスを始末するまで待っていろ。シルフィ、代金は払う。かしこまりました。では。金持ってんのか、こいつは。おーっと、いっぱい出てきたな。さあ、始めるわ、コスモス。そこのでかいの、邪魔するなら容赦はしない。そんなつもりはねえ。俺の目当ては、ダンバンの妹だけだ。あの野郎、驚くだろうな。俺が生き返り、妹を殺したなんて知ったらよ。こいつ、歪んでやがる。そんなことはさせない。私は生きて、みんなの元に戻るんだから。黒い顔つきとか言ったわね。ふふ、気に入ったわ。ティロスとか言ったな。俺もてめえのその感じ嫌いじゃねえ。なんか意気投合しよった。ひどい話もあったもんじゃ。私にだって頼もしい仲間がいるんだからね、コスモス。フィオルン、我々は先ほど初めて会ったばっかりですが。いや、ここはこっちも意気投合しようよ。何やってんだか。だがこれで敵味方ははっきりしたようだな。コスモスを援護するぞ。ストライダー飛竜が完全にど真ん中にいる敵の名を冠する者たち。じゃあ左右に分かれた方がいいな。こいつを攻撃。どう倒すかが問題だな。重火器効くのかよ。絶対効かないだろう。意義ありはすげえな。簡単にブロックを外せる。今こそ発想を逆転させる。いやー、なんか勝っちゃったよ。チュンリーはこいつをぶん殴っとくか。お仕置きの必要があるようね。1800。ああ、ガード持ちか。7レベルになった。なんか覚えたっぽいけど。コスモスは反撃しよう。次から次へと。いくぜ。あなたが満たせ。うわー、動いてくるね。完全防御しよう。無駄無駄。応戦しない。おお、ダブル攻撃仕掛けてきた。
片付ける。もう残ってるか。おーし、レベル7。雨の村雲&殺人。ガンガン来るねやっぱり。結局3回必要だからな、こいつ倒すのに。あ、2回で倒した。レベル上がったから強くなったのかな。反撃の SP がもう足んないからな。OK。あの左上の宝箱マジどうしよう。こっちの宝箱はこいつを倒した後コスモスに回収させるとして、私の力見せて。おら硬い。止まりなさい。あ、攻撃力重視でいきましょう。シャットダウン。痛みは私を満たして。ストライダー飛竜回収に向かせよう。やっぱりちょっとめんどくさいことになりそうだかんな。あんたじゃぬ、後ろだ。切る、終わりだ。切る、後ろだ。あ、雨の村雲&殺人って普通の攻撃か。3種類になったな、こいつも。で、こいつを、うわぁ、移動力も少ないし。3人、こっちが、もう一人こっち向かせるか。仕掛ける。行くぜ。ここは勝負に出る。こっち。うお、ガードがすげえな。うまくブロックできるスキルがやっぱり欲しいな。お、250くらい当たる1回で。後半息切れしちゃった。あれ、なんだピューンってなった気がするんだけど。行くわよ。まずやっぱこれでガードを外そう。これマジ超強い。いきなり一瞬でガードブレイクできる。これで解決だ。うん、決めようよ。よし、こいつもレベル7になった。なんか覚えたな。ヴァンパイアセイバーのやつが攻撃をして、あ、こいつ勝て。もう誰も傷つけさせない。よし、どこに行っても。雑魚敵を倒して XP を貯めつつっていう感じかな。うわ、すっげえ射程だな。150溜まってるから完全防御しよう。とんでもねえやつ、絶対死ぬだろこれ。まともに食らったら。で、反撃は SP を使うからまあ大丈夫だな。反撃の時は相手ブロックないんだ。減らせられるか。よし、まあ最悪ソロ攻撃もあったからな。こいつまだ5レベルなの。ちょっと待って。じゃあボスをあいつらで倒すか。ヴァンパイアセイバー組で。893減らせられるか。
ギリだな。そうかそうか、気絶攻撃は弱いから完全防御しよう。こいつも150溜まってるよね。これを全部ゼロに抑えられるってすげえな。完全にお姉様キャラだな。SP がないんだな。応戦しないで反撃しよう。行くぜヤクザキック。違う、ヤクザキックよりこっちの方が強いんだよ、攻撃力的には多分。でももう一回これをやれば、状態異常を引き起こすやつはちょっと攻撃力が弱い。って言ってもな、普通の敵一発で倒せるかな。今んとこ状態異常を引き起こす必要がそもそもないよね。ちょっと行くか、もう一旦かかんな。で、コスモスはこの宝箱回収に向かいたいけど移動力が少ない。雑魚敵を一体残しとこう。まずは近づくと。で、攻撃を入れて、ブロックが30あるから、この2人でちょっとまずブロックを外してもらおう。で、あとはぶん殴ると。くらえ。あんまりヒット数は稼げないな。終わりだ。これヒットを稼いだ方がダメージ倍率って上がるんだっけ。神にでも祈るがいい。行き先は地獄だがな。フィニッシュの割にあんまり強くないな。あ、こいつも5レベルじゃん、よく見れば。うぅ、カウンター食らった。で、こっち格闘キャラしか抜かせてないな。横から行こう。で、攻撃と。で、ブロックがあるから。俺もやらせてもらう。すげえ。強引すぎだろ。当たってない。あ、こいつらはあれだ、 XP が足りない。もう一ターンかかるか。今パリーンってなったけど、じゃあこいつ横から攻めて、こいつもいけない。ヴァンパイアセーバーは一旦攻撃するが、こいつ重いな。まあそれそうか。おお、ブロックがすげえ。もう誰も傷つけさせない。全然減らせらんね。やっぱり必殺技を叩き込まないとダメか。おお、食らった。しかもなんか毒になってんな。デミトリーとモリガンがやばい。回復させよう。しかも気絶した。よく気絶すんなあいつら。応戦しない。完全防御。完全防御するから結局 XP が足りなくなるんだ。いやでもね、食らうのはねやっぱり嫌だからね。ロージスト。コスモス。もう一ターンかかんな、宝箱取んのに。なんでこいつを倒したい。うん、足りねえな。普通の攻撃でいくか。まずはガードを外す。最後の蹴りが入んなかったな今。だってさ、これ状態異常ならないっしょ絶対。あと5057か。2900。おら、おお、ガード崩すの早かったな。
せ。ジェイラ復興しゅうかぜ。ジェイラ暗い瞬魔術を吹き飛べ。962倒せた。よーし、ちょうどこいつらレベル低いし、よーしレベルアップ。くっ、ここまで来ておめおめと。しかも面倒な連中と合流したものね。あなたもどう、ティロス。そう何度も馴れ合いなどするつもりはない。だがこうなっては戦力が必要か。ち、面倒な。え、あさってたか。ティーロス、なんか怖い人だったね。戦うの、コスモス。そうなるでしょう、いずれは。まあ倒す前にヒットポイントを回復させないといけないので、アップルグミ、これがちょっと増えてきたから、あ、こいつは回復させるつもり必要なかったか。よし、これでいいかな。意外にアイテムその場でガンガン使えるのが。で、あとこいつの XP が 93%。 ちょっとこのターンはそのまま終わりにするか。一応応戦しないと。宝箱取るまでは安心できないからな。で、コスモス、あれ、こいつがもしかして気絶してんの。ボス気絶するんだ、それはいいな。やってみるわ。ロージスとデラックス。で、レイジなんか、あ、毒か。まあ、いっか。気絶しているところを。あ、気絶が解けたな、これ。気絶しろ。今こそ、奥義を受けろ。足ばっか見とるんじゃないぞ。火は土を生み、火は土を生み、火は地獄へ落ちろ。死んだ。万象しまった。セーバーって言ってほしいな。うおこいつらを向かわせる間に多分倒せるからな。任務開始。ちょ、待って、まずヴァンパイアセイバーをこっちに移動させて、ブロックがあるな、やっぱり。これ当たる？空中に飛んでるけど。これがね、結構上に飛んじゃうんだよね。うわ、全然だな。こいつ倒しとこう。よーし、終わったな。あとはこいつを倒す。ブロックがあるな、また。私たち任せて。スレッジハンマーっていうの覚えてんの。負けない。殴り倒すか罰か。進むしかないもんね。意気ある客。叩き落とし。これを受けろ。感知地雷。落ちろ。甘いわね。とどめだ。ちょっと残ったか。終わっていないわ。油断しないで。あれ、気絶したあいつ。なんでだ、謎すぎる。気絶をする攻撃なのかな。誰で決めようかな。そうするとレベル6、レベルが7、レベル6、主人公で決めるか。ほい。退屈はさせない。後ろよ。あれ、今思ったけど XP ってこれ味方全体で共有なの。なんとかなんとかなんとかを習得した。舐めやがってよこいつら。だが、まだだ、まだ、いや、また死ぬわけにはいかねえ。どっちだよ。待ちなさい、あなたはどうやってここに来たの。
どうすれば巨神界、いえ鬼神界でもいい、元の世界に戻れるの？知らねえな、金の鎖にでも聞きな。俺はそいつをたどっただけだ。小娘、俺も必ず戻るぜ。てめえの首を段番への手土産にしてな。こいつも結局戻り方がわからない。私だって生きてお兄ちゃんたちに会うんだから。金の鎖、やはりあれか。あらゆる世界に同時に存在しているか。早く何とかしないと世界がめちゃくちゃになっちゃいますね。あ、そうだ、ここにお店ができたんだ。ちょっと終わったわよ、シルフィー。まったくこの騒ぎでも出てこんとは、肝が据わっておるわ。単に無神経なだけな肝。はい、お疲れ様でございました。改めまして、私はシルフィー、この店の主人です。ご丁寧にどうも。さっき聞きましたけど、敵を連れてきておいて礼儀も何もあるまい。あれはお客様です。お客様は神様ですから仕方ありませんね。商売ってこういう人ばっかりなんだろうか。商人は何人か知っちょるが、まあ大体こんなもんじゃ。もっとひどいのもおる。私たちも買い物するって言ったら神様扱いしてくれるのかな。それはもうお寄りになりますか。とっておきの情報もございますが。そいつは頂上、買い物はさせてもらおう。その代わり情報はサービスしてもらいたいんだがな。お久しぶりの方々もいらっしゃることですし、よろしいでしょう。この空間は非常に不安定です。本来は存在しないはずの場所でしょう。その点に関してはおそらく間違いないと思われます。よくわからんな。ならば俺たちはどこにいるんだ。何者か、もしくは何かに作られた空間ってところじゃないかしら。作られた？何によってだ。金の鎖かもしれん。あのロボット野郎もそんなことを言ってたな。私がここに来たのもそれが原因なのかな。可能性は高いだろう。飛竜や夏たちが来た渋谷にも金の鎖はあった。いろいろ大変そうでございますね。ではとっておきの情報をもう一つ。へえ、話せるじゃん。で、何何？この空間は直に消滅すると考えられます。いつまでもいると危ないのではないかと。なんだと？そういうことは早く言わんかい。早いとこ脱出じゃ。だが地上の車両はどうする。脱出すると言ってもサイバースペースに転送するのがいいだろう。サイバースペース、なんか未来っぽいけど。お願いできますか、シルフィー。ですね、ただで、やで、あのおっかない姉ちゃん連れてきた迷惑料や。仕方ありません。今回だけは特別にサービスいたします。ふう、交渉も一苦労ね。やってくれるなら構わん。よし、すぐに地上に戻って博士に伝えよう。てか、お金の通貨は何なの？円でいいのこれ？1万円とかでいいわけ？ショップ行ってちょっと見てみよう。お、かぼってる。あ、ゴールドだ。通貨はゴールドなの？またのご来店をお待ちしております。ゴールドは世界共通なのかな。というところで第6話終了しましたので、今回は終わりにします。